どうもこんにちは、今回はですね、久しぶりに100均の商品、100均の商品をですね、新しく買いましたので見ていこうと思います。もう正直言ってですね、100均の商品結構もう買い漁ってしまったのかなと思ってたんですが、意外とですね、まだ、買ってないものっていうのもありましたんで、今回はですね、6点のものをご紹介していこうと思います。今回購入したのはですね、こちらの6点です。一つずつ紹介していきますと、まずザル、プラスチック製のシェラカップ、モドキ、テントのロープ用の LED ライト、そしてロープの 12m、 プラ食器用のメッシュバッグ、そして最後にジャグ&カップセット。まあさすがにですね、100均のものいろいろ買ってきてますんで、めぼしいものっていうのがね、なかなか見つからなくなってはきてるんですけども、今回はですね、キャンプに使えるであろうというものだけを選んできました。さあ、それではですね、1個ずつ見ていきます。まずはね、この収納便利なザル、これはですね、ここがありますよね。ここが、取れた。まあね、取り外しできると思うことにしましょう。これがですね、ここでカチッと止まるようになってまして、ちょっと怖えな、なんか。まあこんな感じでですね、中に取っ手を入れることができると。こう取っ手があった方がですね、普通のザルを使うよりかは絶対使いやすいと思いますし、キャンプでね、作るものとしてパスタはね、今まで何回か作ったんですけども、湯切りするのがですね、結構難しかったです。なので、ちょうどね、ザルが欲しいなというところでこれを見つけたので買ってきました。まあ、これからの季節ですね、食べることが多いであろうそば、ざるそばとかですよね、そういったものの水切りに使ったりとかですね、あと野菜を洗って、水切りをするといった時にも使えますんで、これはね、ちょっと1個持っててもいいのかなと思います。で、当然裏側もね、わかるかな、ちょっと高さがついてますんで、地面にそのままつくこともありません。さあ、それでは次のものを見てみましょう。次はこれいってみましょうか。ちょっとこれ気になって買っちゃったんですが、プラ食器用メッシュバッグ。以前にですね、食器用ケースっていうのを買いましたけども、それとはまた違ってね、メッシュバージョンになってます。これはね、紺色 と、こういったグリーンがあったんですけども、まあ、ちょっとね、今回グリーンを買ってみました。これ入るかな。あ、いけそう。あ、いけるわ。あ、いけた。すげえ。大きさとしてはですね、高さ 20cm×14cm となってるんで、これ入んないかなと思ったんですよ。これですね、ザルが 15cm なんで、入らないかなと思ったんですが、普通に入りました。まあ、これでですね、ザルを入れる場所に困ることもないでしょう、きっと。で、例えばですね、まあ、こういった袋があれば、ヘッドライトとかですね、そういった小物ですよね。小物を入れるのにも、大きな箱に入れたりとかしてるとですね、バラバラになっちゃうんで、こういった小物入れっていうのはね、いいなと思います。そして100均でね、十分だったりするので、これはね、すごくいいものを買ったような気がします。さあ、続いてはこれ行ってみましょうか。キャンピング用ロープ。今回ですね、これはちょっとまだ袋から出さないんですけども、12m で110円、税込みで110円と、かなりね、お安いものになってます。強度とかはね、まあ使ってみてどうかなという感じではあるんですが、12m で110円のやつと、7m で110円っていうものがありました。で、 7m の方はですね、蓄光タイプになってまして、夜だったら光るっていうものだったんですけども、まあなんかね、ちょっと怪しいなという感じがあったんで、こちらのね、通常の 12m バージョンを買ってきました。まあ、アマゾンとかで買ってもですね、12m で110円っていう値段ではまずないと思うんで、これはですね、身近で買えるものとしてかなり安い部類のものだと思います。で、今回ね、これを2つ買ってるんですけども、なぜ2つ買ってるかと言いますと、先日の動画でタープを買いますという話をしたんですけども、まあ、ご意見が多かったですね、ユニジアのものを買うことにしました。
まあ、そういったこともあるんでですね、このロープは多い方がいいだろうということで、まあ、まあ100円で済むんだったら試し張りするときとかにもいいかなと思いまして、今回これを購入しています。まあ、あとはですね、強度が問題ですけども、まあ、その辺は使いながら確かめていこうと思います。続いてはですね、こちら、テントロープ用 LED ライト 6.5cm×5.5cm×2cm とという大きさなんですが、まあ、タープとかテントとかに、ロープ張りますよね。で、その張ったロープがですね、夜まあ見えないんですよ。で、見えなくてですね、自分が設営したにもかかわらず自分のロープで転びそうになるという経験はですね、誰しも一回はあるんじゃないかなと思います。僕もね、結構あるんですけども、そういったことを回避するためにですね、ロープの位置が分かるようになるためのライトです。CR2032 電池、ボタン電池ですね、それを1個使って、連続使用が約7時間となってますので、まあ、キャンプ2回分ぐらいはですね、持ってくれるんじゃないかなと思います。結構これプラスチックのね、硬い素材なのかなと思ったけど、すごくね、柔らかい素材でできてます。で、ここもですね、こうある程度開くことができます。こっち側がね、ライトの方で、こっち側がカバーになってまして、これを外してここのね、紙、これがストッパーになってるみたいなので外します。すると電気が通るようになるってことかな。こんだけ明るければ十分でしょう。これもいいですね。いいものだ。これはいいものだ。さあ、そしてこちらがですね、プラスチック製のシェラカップもどき。前まではね、これステンレス製のものしか売ってなかったんですけども、新たにですね、このプラスチックバージョンが出てました。前から売ってたのかな。あんまり見かけたことなかったんですけど、これが売ってました。でですね、今ね、シェラカップは何個あるんだろう、4つあります。で、シェラカップ4つあるんですけども、今回これを買った理由としてはですね、まずこの見た目、黒とこの銀色っていうのがね、かっこいいなというのが1つと、あとはですね、ステンレスとかチタンとかそういったものは、この中で直火で料理ができますけれども、これはすることができません。なんですが、そもそもシェラカップで料理をするのかと言われると、そこまでしないです。世の中の8割ぐらい、まあ、それは言い過ぎかもしれませんが、8割ぐらいの方はですね、もしかするとシェラカップで料理をしないんじゃないかなと思います。このシェラカップでね、料理してもですね、これだけだとね、料理として足りないんですよ。絶対足りないので、まあ、あんまりね、料理にこだわった使い方っていうのを考えなくてもいいのかなという感じがしてます。これはですね、僕の個人的な話になっちゃうんですけども、僕はですね、幕の内弁当っていうのがすごい嫌いなんですよ。で、なんで嫌いかっていうと、味が嫌いとかそういう話じゃなくてですね、味は美味しいと思うんですけど、何から食べていいか分かんないから好きじゃないんですよね。僕は服とかもですね、なるべく同じものを着て服選ぶのとかちょっとめんどくさいっていうタイプの人間なので、ああいうね、幕の内弁当みたいにですね、少ない量がいっぱいあるとかっていうんじゃなくて、唐揚げ弁当とかハンバーグ弁当みたいな感じで、おかずがこれってあったらもうそれだけ食べてればいいっていう方が好きなんで、余計にですね、シェラカップで、別の一品作ってどうこうっていうのはあんまりなかったりしますね。で、まあ、シェラカップで、一品作ろうと思う頃にはですね、大概酔っ払ってるんで、もうめんどくさくなって、缶詰なら缶詰でそのまま食べちゃおうとかっていうことになることが多いです。なので、まあ、そういった時にね、こう取り皿としてこういうのがあるといいなということで、このね、かっちょいい黒いシェラカップもどき、こちらを購入しました。さあ、続いてはね、最後のものなんですけども、ジャグ&カップセット。これね、似たようなもの僕持ってるんですよ、もうすでに。これはね、持ち手がついてるんですけども、持ち手がついてないバージョンを持ってます。で、もうちょっとちっちゃいのかなっていうのを持ってるんですけども、今日ね、これを見かけてちょっとついつい買っちゃいました。200円するんですけども、ついつい買ってしまったものになります。ちょっとこれ開けてみます。こんな感じでですね、明るい色合いのコップが4つ入っております。まあ、こうしたらいいんじゃないっていうところもありましてですね、この色ですよね、これ色どうにかなんなかったのかなっていう感じはするんですが、子供たちがね、使うには結構いい色合いなんじゃないかなと思います。
まあ、コップはね、そんな感じなんですけども、こちらの入れ物はね、ちゃんと考えられてて、ここにね、メモリとかついてまして、これがですね、直接そのまま注げるようになってるんですよ。まあ、コップセットとしても使えるし、これ単体でジャグとしても使えるっていうことで、これはね、結構考えられてるなという感じがします。個人的にはね、なんかこれ、すごくいいものだと思えたので、買ってみました。ということでですね、今回は、折りたたみ式のザル、ロープ用の LED ライト、プラスチック製のシェラカップ、ガイロープ、それと、メッシュの袋、そしてジャグとカップのセット。こちらを買ってみましたけれども、いかがでしたでしょうか。緊急事態宣言が明けてですね、いろんなところに行けるようになりまして、まあ、県内なんですけれども、県内に、ね、行けるようになりましたんで、ちょっとずつね、外に出ていこうと思ってます。久しぶりにですね、100均に行ってみたら、こんな感じでですね、新たな発見があったりとかっていうことがありましたので、これからですね、暑くなっていく時期に向けて、だんだんね、こういったものも、100均とかでも増えていくのかなと思います。なのでですね、新しい製品がどんどん誕生していくのを、また楽しみにしたいなと思います。ちなみにですね、今回2店舗もありましたけれども、以前紹介したですね、火起こし火消し壺、それで使ってたステンレスカトラリー、僕の探し方が悪かったのかもしれないですが、あれがね、売ってませんでした、なかなか。なのでね、まあ、店によってはないところもあるかもしれないんですが、ぜひですね、あれも便利なものなので、探してみてください。ということで今回は、100均商品6品、こちらを紹介してみました。それでは。